土星皿は、三重県松阪市校長出身の女子レスリング選手である。階級は 69kg 級。身長 159cm。2017年3月、イタリア学館大学を卒業。2017年4月より、東新宿立に所属。自身の父が、吉田栄勝に指導を受けていた縁があり、栄勝が主催していた、市ジュニア教室にてレスリングを始めた。 師匠である英活からは徹底的にタックルを叩き込まれた。全国少年少女選手権では小学校4年生の時から3連覇を達成した。松坂市立鎌田中学校時代は全国中学生選手権で2連覇を達成した。2010年には愛知県のイタリア学館高校に進むと1年の時には全国高校女子選手権で優勝するが、 全日本レスリング選手権、大会 67kg 級では、井上義子に敗れて2位だった。2年の時には全日本選抜で井上を破って、優勝したが、実績で及ばず、世界選手権代表にはなれなかった。賞金大会である、ゴールデングランプリでは優勝して1万ドルを獲得した。さらに世界ジュニアでも優勝すると、高校選手権では2連覇を果たした。 全日本レスリング選手権大会でも初優勝した。3年の時には全日本選抜で2位にとどまったものの、高校選手権では3連覇を達成した。しかし、世界ジュニアとゴールデングランプリでは、それぞれ3位に終わりに連覇はならなかった。全日本レスリング選手権大会では2連覇を果たした。2013年には、イタリ学館大学に進むと、 全日本選抜で2連覇を達成して世界選手権代表に選ばれた。ユニバーシアードと全日本学生選手権ではそれぞれ優勝を飾った。世界選手権では準決勝でウクライナのアリナスタドニクに敗れたものの3位決定戦でドイツのアリーネ保険を破って銅メダルを獲得した。2014年には ワールドカップとアジア選手権 69kg 級で優勝すると全日本選抜では2連覇して世界選手権代表に選ばれた。世界選手権では準決勝でロンドンオリンピックで優勝したロシアのナタリア・ボロベワに6から3で勝った。しかし決勝では保健と対戦するとポイントの取り合いの末に終了間際にポイントを取り返されて4から5で、 逆転負けを喫して2位に終わった。決勝では、左足中足骨を骨折した疑いがあるという。全日本レスリング選手権大会では4連覇を達成した。2015年には全日本選抜で3連覇を果たした。世界選手権では準々決勝で、中国の周風に7から11で敗れるも、その後の3位決定戦で、 モンゴルのナサンブルマーオチルバトに6から5で競い勝ち3位となった。今回3位になったことで12月に行われる全日本選手権に出場さえすれば規定により2016年リオデジャネイロオリンピック代表に内定することになった。12月の全日本選手権では準決勝、決勝と無失点で優勝を飾り、オリンピック代表を決めた。2016年リオデジャネイロオリンピックでは、 初戦で、ウクライナのスタドニクを11の2、2回戦で、トルコのブセトスンを、テクニカルフォール勝ち、準々決勝で、カナダのドロシー・イーツを7から2、準決勝で、スウェーデンのジェニ・フランソンを7から2でそれぞれ破った。決勝のボロベワ戦では先に2ポイントを先行されたが、第2ピリオド2分過ぎにボロベワのバックを取って2ポイントを、 取り返して同点に追いついた後に試合終了となったが、土星のポイントダッシュがビッグポイント数で上回り、規定によって土星の勝ちとなったため、五輪初出場で金メダルを獲得した。11月、四十号賞を受賞。全日本レスリング選手権大会では1ポイントも与えずに圧勝して、今大会6連覇を飾った。2017年5月には、 オリンピック以来の国際大会となるアジア選手権に出場して3度目の優勝を飾った。6月には全日本選抜で優勝した。8月の世界選手権では、初戦で地元フランスの選手と接戦になり3から3の内容差で破るなどして決勝まで進むと、保険を3から0で破って初優勝を飾った。12月の全日本レスリング選手権大会では、 新階級の 68kg 級に出場して優勝を飾った。2018年3月のワールドカップでは優勝した。怪我からの復帰戦となった12月の全日本選手権では大会8連覇を達成した。2019年4月のアジア選手権では決勝で地元中国の州王鳥りを破って優勝した。6月の全日本選抜選手権では 決勝で自衛隊体育学校の古市正子を終盤に4から3で逆転勝ちして世界選手権代表に選ばれた。9月の世界選手権では3回戦でアメリカのタミラ・メンサに1から10で敗れた。その後の3位決定戦でも敗れて5位に終わり、東京オリンピックの出場枠は確保したものの自身の五輪代表を決めることはできなかった。 12月の全日本選手権では準決勝で、日体第2年の森川美和に敗れたため、五輪代表をかけて、プレーオフに出場することになった。2020年3月のプレーオフでは森川を3から1で破って、東京オリンピック代表が決まった。2021年8月の東京オリンピックでは3位、決定戦で、ウクライナのアラ、チェルカソワに敗れ、メダルに届かなかった。土星は、 三重県出身であるが、プロ野球は阪神タイガースをひいきにしており、とりわけ、北条文也のファンであることを語っている。2016年9月17日の阪神タイガース対横浜 DNA ベイスターズ戦では始球式を行った。2017年12月には2017年度プロレス対象レスリング特別表彰を受賞した。音楽では、バンプ・オブ・チキンなどロックを好み、 バンプオブチキンに関してはライブに行ったりするほどのファンである。2021年9月28日、自身のツイッターで結婚を発表した 68kg 級での戦績。ありがとうございます。